とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンもやっていきましょう。縛りプレイですね。前シーズンと同じく初期装備のまんまクリアしてみましょう。今シーズンは難しいと思います。では1回からですね。ちょっとダラダラやってるとちょっと長くなりますので、撮影はまあ1回ごとにやっていくか、1回飛ばしで、まずここをやって、で次に、3回とかそういう感じでぼちぼちやっていきましょう。まあまあ最初のね、序盤なんかはまあ大体俺は初期でずっと言ってる感じなんで変わりはないと思いますけども、はい、1回余裕です。2回3回余裕でしたね。で、アーティファクトを釣り竿と虚無の矢筒、この2つをつけてます。まあ、釣り竿がないとこの初期装備でクリアするのは難しいと思うんですよ。釣り竿なしだったら無理やろうね。まあまあとりあえず釣り竿をつけていってます。 OK で、虚無の矢筒はまあまあまあボス用だね。これがないとちょっとボス時間かかっちゃうのでつけてきてます。OK。 いや、さすがにもうすでに初期装備じゃ厳しい感じになってきてる。ここら辺は確かもうすでにあのバーストクロスボウとか持ってんだよね。あれが結構今回役に立つんで強かったんだけども、あれこれ下だな。はい、4回クリアでーす。次7回でーす。ここきついな、絶対。ちょっと待って、ここマジできついぞ。でも、なんとかするっきゃないね。基本弓で、いや、近づけないわ。ここはちょっと、近づけないよね。基本弓で行くしかなさそう。まあ、弓とこの蜂だな。あとベックスもあった。ベックスもいるからなんとかそれで乗り切るっきゃない。おい、これきついって。オッケーベックスに突っ込ませて蜂とね、んで後ろから弓をプスプス打ってあげれば、いける。あっぶな。オッケー。いやー、なかなか厳しい戦いだぞ。9回です。ちょっとね、アーティファクト変えた、愛のメダル絶対必要だと思うんだよね。なので愛のメダルに変えて虚無の矢筒は捨てました。で、釣り竿とベッグスだね。これもこれビーストバーストだからさ、まあ、雑魚戦では使えるか。ちょっとボス戦は時間がかかる。もうそれはもうしょうがない。どうしようもないわ。これでいきます。もうね、火力が全くない。もう皆無。あぶね。もう火力ないからもうなんとか戦っていくしかないもんね、今のところ。 OK。危ねえ。おい、もう出てきちゃったよあいつ。よし、オッケー。もうビーストバーストも変なとこで使っちゃったし、まあまあいいか、なんとかいけるね。オッケー。もうね、防御力もないからなんとかしないといけない。ちょっとね、この商人をどうするかよね。まあ、ここは防具だな。まず耐久力がないと次の商人まで持たないもんね。なのでまずは防具だね。
防具を上げよう。何も取りませんで、ここだね。で防具で次を武器してで最後を武器かな。いやいや防具も欲しいよね。89ぐらいよ多分。89だ。89の HP2500 だったら、いやー最後までは持たん。うん、だから次武器上げて最後は防具か。じゃないと、うわこれここもきついぞ。倒せるか。 OK いけ。うわこのゴーレムたちが倒せるか。どうこういって、うわーきつ。いやよう倒せたな。まあまあなんとか行こう。ここはきついぞ。よし終わりか。長かった。はい、これいけるかな。なんか心配になってきた。ここ悩むな。アップドラフトにするかドラにするか、ゴーレムのまんま行くか。ターゲットはもう愛のメダルの方で取ってもらって、火力上げようか。アップドラフト入れてさ、これで行きます。アップドラフトドラもね、まあいいけど、釣り竿があればまあまあまあ事足りるかな。なのでこれでちょっと正解でしょう多分。 OK とりあえずここは。ああでもリープリーフ結構いるんだよな。意外と嫌なステージだもんねここ。 OK ここのね草刈りも結構あるし結構嫌なんですよね、ここ。よし、OK。OK、危ねえ。やめろよ。よし、OK、いい。いけ。うわ、減るな。結構減る。よし。OK、いいんじゃない？ナイス。んで、できれば強いやつを仲間にしたいんだけど、まあまあ仕方ない。いけ。やばいやばいやばい、リープリーフがここやばいって。OK。いけ。よし、OK。あと1体いるわ。ちょっと待てよ。よし。あとお前らで終わり。はい、ちょっときつくなってきたぞ。16回、あーいやいやいけるいける。うん、もうクリーパーは倒せないけどね、倒せないんだけども、まあ、位置取りさえしっかりしてればなんとかなる場所でしょう。うん、位置取りしっかりしてクリーパーを相手しないようにすれば多分全然倒せるとは思う。いやもう蜂の攻撃力がないな。いや俺の攻撃力も全然ないけど、うん、もうそもそも倒せないのよ。 OK、 いけ。バカ、あぶねえ。ナイス、いい逃げだったよ今のは。うん、いい逃げだった。でもだって無理だもん。よし、OK。 16回クリア。ナイス判断だったミスター。よし来た商人。ここはいやもうさすがにね、武器ないとダメージ与えられん。うん、もうメインがアップドラフトになってるんで、ここは剣でしょうね。100、843か。まあまあこれぐらいを連打すればボスぐらいまでだったら倒せるでしょ。
うわ、ここきついぞ。いやでも今剣を上げたんで、あのね、あの8までパワーアップしてくれたからいけるはず。 OK。 これ危ね、8がねパワーアップしてなければ多分相当辛いのよ。でも8までパワーアップしてくれてるんでいけるはず。うん、で商人も次そんなにね遠くなかったはずなのよね。オッケー、いいね。この衝撃付きの弓はね、火力はないけどすごいノックバックさせてくれるんで使い勝手がいい。よし、どんどん行こう。うわ、21回、ここ難関だったな。まあ、とりあえず、いやこれきつい、これはきついぞ。うわー、ここどうすか。まあ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 、なんとかいきましょう。あー、ちょっと待って、回復しとけ。倒す順番ものすげえ重要なんだけど、よし、ちょっと待って、ネクロがまず倒せん。よし、倒せ倒せ倒せ、まずネクロなんとかしないとね、これ。よし、オッケー、落とした、オッケー、いける、オッケー。これ弓でちょっと、あ、ミスった。もうあそこをダンスどうするかだよな。ビーストバーストはまあ一応あるにはあるけど、そこまで火力は期待できないからね。オッケー、いやきつい。オッケーオッケーオッケー、まず倒す。うわ、きつ、危ねえ危ねえ。よし、いけた、もういけた。よし、ちょっと弓取っていきますね。24回です。で、この後ボスね。もうね、防具の耐久力もない。もうなんとかしてほしいところ。よし、 OK。 でもこのアップドラフトと合わせていけば、まあまだね、なんとかいけんのよ、ギリ。うん、初期弓だけども、一応こうノックバックされるくるんでなんとかなってる。よし、いいんじゃない。でもここ結構敵出るんだよな。しゃ、オッケー、ナイス、おお、いけたんで、ボスだね。いけるっしょ、もう一気に畳みかければ多分大丈夫なはず。いくぞ、いけ、あっぶね、いや、きついか。オッケーオッケーオッケー、あー、うー、敵がね、やっぱね、変にノックバックするところがね、やりにくい。いけ、オッケーオッケー、危ない、あー、もうくそー。いやー、火力高え。なんとか倒させて。いけ、よし、オッケーオッケーオッケー、よっけ、いや待って、もう、はい、戻ってきました。伸びにやられた。やっぱね、なんだ、ノーマルの剣だと変にさ、ノックバックしていってダメージが途中で入らなくなってくるのよね。そこが辛いな。
いや、伸びきつかった、今回記録25回までですね、伸びさえ、通過できればクリアできたんだろうけどね、つらかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。